アレクサンダー・エマニュエル・ロドリゲスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨークシブルックリンク出身の元プロ野球選手、野球解説者。愛称は、A ・ロッド。おいは、マイアミ・マーリンズ参加のジョー・デュー・ナンド。1975年7月27日、ニューヨークシブルックリンクに生まれる。聖火は靴屋を営んでおり、父・ビクターに、母・ローです。兄・ジョセフに。 妹スージーという5人家族の次男として育つ。4歳の時、家族はドミニカ共和国のサントドミンゴに移住した。ビクターはドミニカ共和国のマイナーリーグでキャッチャーを務めることになり、息子たちを試合観戦にたびたび招いていた。ビクターは引退後、薬局の経営者へと転身し、最終的にマイアミに落ち着いた。8歳の時、両親が離婚。 母方の親権となり、ローデスは女で一つで仕事を掛け持ちし、息子たちを育てた。この頃からメジャーリーグに興味を持ち始め、お気に入りの選手は、デール・マーフィーとキース・ヘルナンデス、カルリプケン・ジュニアだった。高校時代、野球の傍らバスケットボールやアメリカンフットボールにも興じる。バスケットボールでは常にレギュラー選手、 アメリカンフットボールでは優秀なクォーターバックとして多くの大学スカウトの目に留まり野球では100試合に出場して打率419本塁打1770打点90盗塁を記録し1993年のオールアメリカンに選ばれるなど卓越した運動神経を見せるマリナーズ参加カルガリーキャノンズ時代のロドリゲス1993年 マイアミ大学への入学書へサインをしていたが、シアトルマリナーズにドラフト一巡目で指名され、契約を結び、プロ入りを果たした。1994年7月8日のボストンレッドソックス戦で、1900年以降の MLB の遊撃手としては、史上3人目となる18歳でメジャーデビューを果たした。メジャー初打席は3塁頃だったが、 この時打球を処理したのは1996年に西武ライオンズでプレーすることになるスコット・クーパーであった。1996年に36本塁打、123打点、21歳と史上3番目の若さで首位打者、球団記録となる打率。358、141得点、215安打、ダ、54、二塁打を記録し、 めきめきと頭角を表していった。1997年にも打率、323本塁打、84打点の高成績を収め、同年6月5日のタイガース戦ではサイクル安打を達成した。1998年には打率3割、打点100以上に加えて MLB 史上3人目の40本塁打40、盗塁を達成し、 歴代屈指のごツールプレイヤーに成長した。MLB トップクラスの強打者でありながら、守備負担の大きい遊撃手を守るという新スタイルを確立。1999年は故障のため30試合以上欠場したが、それでも42本塁打を記録した。2000年には打率、316、41本塁打、132打点を残し、 地震初となる100支給を記録した。オフの10月30日にフリーエージェントとなった。2001年1月26日にテキサスレンジャーズと総額2億5200万ドルの10年契約に合意。これは当時のスポーツ界で最高の年俸でもあった。すでにロドリゲスは MLB でも屈指のプレイヤーに数えられ、かつ最高の将来性を持つ存在であったが、 この超長期契約とあまりの高額ぶりは野球界を超えて大きな話題を呼んだ。フルスマリナーズの本拠地、セーフコフィールドでの試合では大ブーイングとともに札束の玩ングをばらまかれるといった手洗い歓迎がしばらく続いた。2001年にリーグ1位の52本塁打、133得点、393塁打、2002年に リーグ1位の57本塁打、142打点、2003年にリーグ1位の本塁打、長打率を記録した。2003年4月には27歳149日で史上最年少で300本塁打を達成、史上2人目の最下位チームからの MVP 獲得をするなど、ロドリゲス個人は活躍を見せた。しかし、チームは3年連続の地区最下位となり、 その高額年俸がチーム再建の足かせとなった。ヤンキース時代のロドリゲス2004年2月16日にレンジャーズが1億7900万ドルのうち6700万ドルの年俸を負担することを条件にアルフォンソソリアーの後日発表選手とのトレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。マリーナーズとレンジャーズでは遊撃手を務めていたが ヤンキースにおいてはキャプテンであるデレクジーターの守備位置であったため遺跡に伴い三塁一種にコンバートされた。それまでつけていた背番号3はヤンキースではベイブルースの永久欠番でつけることが許されず変更を余儀なくされ NFL マイアミドルフィンズの往年の選手団マリーノに習って13番を選択した。ヤンキース初年となった2004年は36本塁打。 106、10打点という一定の数字を残したが、期待されていた内容としては物足りないとされた。ボストンレッドソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、ゴロを打って一塁へ走る際、自身をタッチアウトにしようとした投手ブロンソンアローヨのグラブを叩き、守備妨害でアウトになった。このプレーは波紋及び、試合後に子供じみたプレーとバッシングを受けた。 同シリーズは3連勝後に4連敗という最悪の形で落としている。2005年6月、MLB 史上初めて20代で通算400本塁打を達成。最終的にシーズン48本塁打を放ち、4度目の本塁打王と共に2度目の MVP を獲得。ヤンキースでの本塁打王はレジー・ジャクソン以来25年ぶりであった。また、 ヤンキースミギ打者のシーズン最多本類打数、ジョーディ・マジオの46本を68年ぶりに更新した。2006年はシーズン開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。シーズンでは30歳にして通算2000本安打を達成したが、7年ぶりに年間類打数が300を切るなど不調で、 自己ワーストとなる24失策を記録するなど、公主ともに制裁を書いた。2007年のロドリゲス2007年のロドリゲス2007年は、アメリカンリーグ最速記録となる、開幕15試合で12本塁打に到達。8月4日、MLB 史上最年少、出場試合数では、史上3番目の速さで、MLB 史上22人目の通算500本塁打を、 発生した。シーズンを通して、幸不調の波はあったものの、3度目の50本塁打、以上、自己最高の156打点を記録し、2可能に、輝いた。オフの10月28日に、ヤンキースとの残り3年の契約を破棄し、12月13日に、総額2億7500万ドルの10年契約で、再契約した。2008年2008年は、 シーズン途中に右太ももを痛めて20試合以上欠場したが11年連続35本類大以上を記録9月3日のタンパベレーズ戦ではロドリゲスがレフトポール際に放った打球に MLB 史上初めてビデオ判定が適用された年末には2009年に開催される第2回 WBC にはトミニカ共和国代表として参加すると表明した 2009年のヤンキース優勝パレードの時2009年2月7日に2003年の薬物検査でステロイド剤の陽性反応を示したと報じられ2月9日にそのことを認めたその後 WBC ドミニーカ共和国代表の合宿に合流したが直後に右伝部の故障が判明 WBC 参加を取りやめ緊急手術を受けた リハビリを経て、5月8日のボルチモアオリオールズ戦で、復帰した。その復帰戦の第一打席で、初級本塁打を放ち、現地のイエスネットワークの実況は、エーフェアリーテールスイングと表現した。10月4日、レギュラーシーズン最終戦となる対タ,タンパベイレーズ戦で6回無視、1二塁から逆転3点本塁打を放つと、この回2度目の打席で、満塁本塁打を放ち、 1>, 1イニング7打点のアメリカンリーグ新記録を達成した。この日の2本塁打、7打点で30本塁打、100打点に到達し、12年連続の30本、100打点はジミー・フォックスに並ぶ MLB 大記録で、通算13度目は MLB 新記録となった。2010年8月4日、35歳と8日で通算600本塁打を達成。 同じくヤンキースに所属していたベーブルースの持つ最年少記録を1歳以上も更新し、ギネス世界記録に認定されている。シーズンの成績は本類打こそ2年連続で30であったが、打点125はデトロイトタイガースのミゲルカブレラに次ぐリーグ2位の数字であった。また、本類打30と打点100をいずれもクリアしたことで13年連続。 30本塁打、100打点の MLB 新記録を生み出し、自身の持つ記録を14度まで伸ばした。2011年は、怪我や、不審の影響で99試合の出場に終わり、30本塁打、100打点の連続記録は途絶えた。2012年は手首を支球で骨折するも18、本塁打し、2009年シーズン以来の2桁、投塁、13投塁を記録。 だが、10月13日のタイガース戦で、試合中にナンパしていたことが報じられた。また17日には、マイアミ・マーリンズへトレードの可能性が報じられた。2013年1月16日に、左股関節の手術を受け、開幕後は60日間の故障者リスト入りした。1月31日には、マイアミニュータイムズ社が、フロリダ州マイアミのアンチエイジング専門クリニック、 バイオジェネシスから禁止薬物の提供を受けていたとされる疑惑が発覚した。8月5日、メジャーリーグ機構は禁止薬物を使用していたとして、8月8日から2014年シーズン末までのすべての試合の出場停止処分とすることを発表した。これに対しロドリゲスは異議申し立ての方針を示しており、同日の対シカゴホワイトソックス戦で今季発、 出場し、4打数1安打。異議申し立てを行っている間は、出場が認められる。8月26日、トロントでのブルージェイズ戦で、今季3号本塁打を放ち、歴代5人目の通算650本塁打とした。この年は44試合に出場し、7本塁打、19打点、4盗塁、打率、244だった。 2014年1月11日に MLB 機構がポストシーズンを含む2014年シーズンの前試合出場停止処分を発表した2月7日にロドリゲスの代理人らは出場停止処分の撤回を求める訴訟を取り下げ出場停止処分を受け入れることを明らかにし代理人のジョータコピーナはロドリゲスは2015年に焦点を合わせており ヤンキースのクラブハウスに戻れることを望んでいると話した。6月11日に制限リスト入りし、シーズンを終えた。オフの10月30日に制限リストから外れた。2015年は、2014年に受けた前、試合出場停止処分からの復帰シーズンとなった。年々指名打者としての出場の割合が増えていたが、このシーズンは、開幕からほとんど守備につかない。 指名打者としての出場である。6月1日のレッドソックス戦で、田沢淳一から本塁打、記録4位のウィリー・メイズに並ぶ6 6 5号を放った。ヤンキースとは、メイズの記録に並んだ際に、ボーナスの支払いや関連するプロモーションを行うという契約を結んでいたが、キャッシュマン GM は、球団には、権利はあるが義務ないと話している。7日には、 単独4位となる661号をホームの試合で放った。13日のオリオールズ戦で MLB 史上3人目の2戦打点を本塁打で達成した。6月19日、39歳で迎えた通算2631試合目、ヤンキースタジアムで行われた対デトロイトタイガース戦の1回にジャスティン・バーランダーから本塁打で MLB 史上29人目となる。 通算3000本安打を達成した。過去に3000本安打、600本塁打を達成したのは、アーロンとメイズのみであった。また、MLB ドラフト全体1位指名選手の3000本安打達成は、史上初だった。しかし、過去の度重なる、薬物問題の影響から厳しい見方もあり、地元市のニューヨークポストとニューヨークデリーニュースは共に、 ロドリゲスのカラー写真付きで大きく取り上げるも、見出しには、テインテッド、ミスター3000の、ゼロ3つの中に注射器やアスタリスクをあしらい、皮肉交じりに報じた。このように多大なバッシングを受けながら、シーズンを送ったが、大きな故障なく1年を過ごし、実に7シーズンぶりの150試合以上となる151試合に、出場。打率は、250ながら、 チームトップの33本塁打を放って、ブライアン・マッキャンに次ぐ、同2位の86打点を記録、通算での2000得点も達成。同じく30本塁打以上を放ったマーク・テッシェイラが、戦線離脱する中、主砲の一人として、打線の経因の一役を担った。1、2016年、2016年は9本塁打、打率、200前後と不調。 途中故障者リスト入りし、復帰後も、制裁を欠く。シーズン中の8月7日に、突如12日のホームのレーズ戦を持って引退する、ことを発表。契約が2017年まで残っていることから、それまでは、オーナー府特別アドバイザー兼インストラクターとして、球団に残ることも発表した。発表後も出場は続け、引退試合は、3番。 指名打者で先発出場。第一打席で生涯最後の安打となる敵時二塁打を打つ。最終回は3塁の守備につき、ヤンキースタジアム中から大歓声を受けた。通算安打は3115本、通算本塁打は696本であった。ヤンキース対談後は野球解説者に、 2018年2月25日に、ヤンキース GM 特別アドバイザーに就任した。2021年5月13日に、実業家のマークロアと共に、NBA のミネソタティンバーウルブズを15億ドルで買収し、共同オーナーに就任した。ロドリゲスの打撃フォーム豪快なダウンスイングが持ち味で、あり、右手がバットを離すタイミングが非常に早い。 NHK で MLB の解説を行っている、荒井博正は、この打撃フォームを高く評価している。打球は、ナイアフライのような急角度で上昇し、勢いを失わずにそのまま、スタンドインするような弾道を描く。一部のメディアでは、バットスピードは劣るものの、生来のパワーは、バリーボンズ以上と評され、プルヒッターながら、広角へ打球を運ぶことができる。 走塁ではスイングが大きく、打席から飛び出すのが遅いながらも一塁到達まで4.2秒の瞬速を備え、1998年にシーズン46投塁を記録した。中軸を打つ機会が多くなってからは、投塁を試みる機会が少なくなったが、成功率は高く、年齢が30代に差し掛かってもなお年間で20程度の投塁を記録。 相手内野手の膝を削るような激しいゲッツー、崩しなども、果敢に行い、ヘッドスライディングを多用した。サードの守備につくロドリゲス恵まれた大柄な体格と、鋭敏な反射神経を誇り、守備範囲は広い。遊撃手としては、デレクジーターやノマーガルシアパーラ、ミゲル手肌が華やかな動きをするのに対して、より伝統的で、基本に、 忠実な動きをする遊撃手だと評され、打球がホームプレートから離れたその瞬間に動き出し、非常に滑らかな動きの守備をした。ヤンキー追跡後は、デレクジーターが遊撃手を守っていたため三塁手に転向し、三塁線側から離れて守る。三塁手としてのゴールドグラブ受賞経験はない。守備につくデレクジーターとロドリゲスロドリゲスとジーター2007年の ロドリゲス2009年2月7日、スポーツイラストレーテッドは2003年の薬物検査で104人の選手が陽性反応を示し、そのうちロドリゲスはステロイド剤の一種であるテストステロンとプリモボランの陽性反応を示したと報じた。ステロイド剤の使用はルールブックへの記載こそなかったものの1991年以降医者の指示のない限りは 使用を禁止することが通達されていた上、アメリカ国内での流通も法律上禁止されていた。当時は匿名と罰則なしを条件に検査が実施されたため、メジャーリーグ機構はこの件について一切コメントできないとした。2008年4月1日に出版されたホセカンセコの暴露本第2弾ビンディケーテッドでもステロイド使用者として、 マグリオ・オルドニエス、ロジャー・クレメンスと共に名前を挙げられていた。ロドリゲスも当初この件についてはノーコメントを貫いていたが、2月9日に ESPN が行った単独インタビューでロドリゲスは、テキサス・レンジャーズ時代の2001年から2003年にかけてステロイド剤を使用していたことを認め、謝罪した。 史上最高額の契約に見合う力を証明しなくてはならないという重圧を感じていたという。この ESPN との単独インタビュー後は当時のアメリカ合衆国大統領であったバラク・オバマも含め各方面から様々な意見が出た。翌週にヤンキースのスプリングトレーニングで開かれた記者会見ではトミニカ共和国で調達した薬物をいとこに 勧められて打ったと、新たな告白をしたが、後に2001年から2003年の、アイダドミニカ共和国では、プリモボランは、処方箋の有無に関わらず入手不可能であったと、矛盾点が報道された。またかつて、トロント空港で大量薬物所持が見つかり MLB、出入り禁止を通告された問題のトレーナーを、MVP を取った2007年のシーズンを通して、ロドリゲスが、 アウェイのホテルに帯同していた事実をあるスカウトが明らかにした。トレーナーは薬物を投与した後その痕跡を消すことができるため選手たちからザクリーナーと通称されており2006年 WBC ではドミニカ共和国代表コーチを務め2009年も WBC ドミニカ共和国代表に参加し1月には ロドリゲスをコーチしている写真も明らかにされたが、この事件で今後 WBC からも追放されることとなった。このトレーナーの件についてロドリゲスはノーコメントを通している。同年4月には新たなバクロ露本が発売され、高校時代から恒常的にステロイド剤や人成長ホルモン剤を摂取してきたという疑惑が持ち上がっている。ロドリゲス本人は この件についてのコメントを拒否している。また、ホセカンセコは、マリナーズ時代のロドリゲスに、ステロイドについて相談され、入手先を紹介したことを明かしている。2009年末には、人成長ホルモンの違法所持で逮捕された、カナダ人医師アンソニー・ガレアの治療を受けていたことが、判明し、再び薬物スキャンダルの過中にさらされることになった。 2013年1月29日にはバイオジェネシススキャンダルが発覚し2009年から2012年にかけてマイアミの医療機関から HGH やテストステロンなど様々な禁止薬物を購入していたことが暴露された8月5日に211試合の出場停止処分を課されたが異議申し立てを行い試合出場を続けた シーズンが終了した10月4日に MLB 機構とバドセリグコミッショナーがアレックス・ロドリゲスの名声とキャリアを失わせるために利用しようとしていた証拠を不適切に集めようとしていたとして MLB 機構を提訴した。2014年1月11日に MLB 機構が同年の全試合出場停止処分を発表。ロドリゲスも処分を受け入れた。 レジー・ジャクソンと話すロドリゲス生まれ故郷のアメリカ合衆国と両親の故郷ドミニカ共和国の二重国籍保持者であり、英語とスペイン語のバイリンガルである。俺はドミニカ人だ。と、声を大にして言いたいと語っており、ドミニカ人であることを誇りに思っている。幼少時にドミニカ共和国のサントドミンゴに3年間滞在した経験があり、メジャーに昇格する前は、 ドミニカ共和国のウィンターリーグにも参加していた。ワールドベースボールクラシックにはアメリカ合衆国、ドミニカ共和国の双方で代表資格があり、第1回大会にはドミニカ共和国代表として参加すると見られていたが、一旦はアメリカ合衆国、ドミニカ共和国のどちらの名も傷つけたくないとして参加自体を表明。その後、右与曲折を経て、 結局アメリカ合衆国代表として参加した。生まれ育った土地であるアメリカ合衆国にも強い愛着があり、アメリカ合衆国の一市民であることを優先させたという。しかし、第2回大会では、ドミニカ共和国代表としての参加を表明。再び、ドミニカ共和国代表のユニフォームを着てプレーすることを、ロドリゲス自身と家族が望んでいると語り、 参加を熱望したが、大会直前のドミニカ共和国代表合宿中に、右で部を痛め、プレーする夢は叶わなかった。MLB 記録アメリカンリーグ記録ニューヨークヤンキース、記録。ありがとうございます。